で、evav の予想チャンネルでございます。きっちり見ていてくださいね。オールインワン競馬マルット中央競馬も地方競馬もこれ一つはい。簡単にね。友達登録で line で、ね、できるんでまあ、今すぐ使える2万円分のポイントも、えー、使えますん。で、もしよかったら、えー、簡単登録で無料でできますんで。 えー、使える範囲は使ってもらった。どうかなと思っておりますんで、もしよかったらまるっと。よろしくお願い申し上げます。おはようございます。俺です。競馬 v でございます。はい、皆さんちょっとね、えー、ぬくくなってきた気候になってきましたけど、でもまだまだ夜はね。分寒いのではい。体調には気をつけて行きましょう。コロナ対策もしっかりしていきましょう。ということで。日曜日？ えー、阪神のメインですね大阪城ステークスでございますいやー僕はねこっちのレースね硬いなと思っておりますはい硬いな硬いなとは思えんけどまあ取れるんじゃないかなと俺今回思ってるんですけどまあ頭数もね12頭なんでまあここは大丈夫ちゃうって思ってるんですはいっていうことがまずね俺一番手にねもう絶対やるもんがこのアイコンテーラーですよねアイコンテーラー まあ今回、あのこのメンバー相手の中に入ってくる品番の4歳ということで5 2ロえ金量があるということなんで、まあ、ここは間違いなく俺アイコンテーラー、あのーね、2000も2800も実績もありますし、まあ、戦ってきた相手も強いですから、まあ、ここは一番人気だなろうが何番人気やろうがここは買うべきじゃないかなと俺は思ってますはいアイコンンンテーララーラねほんで2番手評価はレレッドガーランレッドドガガでございます。 まあこの馬も、言うても中山金牌かあの時も強かったですしまあ能力1本ぐらい抜けてるでしょうほのメンバー考えたらうんまだまだね7歳でね57.5今回背負うスーパートップハンデになるんですけどもまあ大丈夫ちゃううん大丈夫ちゃうかなと思ってますはいそして3投目なんですけどレッドジェニアルかウィン・アグライア こっちと迷ったんですけどもレッドジェニアルにします。ジェニアルうん、これね。僕ずっと前追ってたんですね。この馬追ってたんですけどもまあそこまで着順がここね。ぼちゃくちゃになっているんですけども、もんん？この馬もまあ、俺いつ走ってもおかしくないんちゃうかなと。いつ復活してもおかしくないかなと思ってます。 まあ言うても千葉の6歳なんで、まあ、どういう、まあ、気象が荒,荒かったのかどうか分かんないんですけども、まあ、言うてもあの重傷でもある程度の成績も残してきてますし、まあ、今回でねどうなるか、まあ、落ち目だになっていっているのかもうまだまだ上り上昇いくのかどうかの判断をねしようか思ってますだ一発あるとしたら俺はレッドジェニューロかなと思っております、はい、ですので今回、えー、大阪城ステークス生まれとワイドで買うんですけども 4番、レッド・ガラン、6番のアイコン・テイラーで、8番のレッド・ジェニアル、この3等ボックスでいこうと思ってます、はい。ちょっとね、厚めにお金をかけてしまおうかなと思っておる所存でございます。はいですのでね、もしよかったら、えー、参考にしてください。参考にならんけどね、俺、最近当たってないから。はいということで、チャンネル登録、えー、高評価、えー、コメントの方、ほんまによろしくな。はい そして、えー、概要欄、説明欄の方に、えー、競馬無料予想情報サイトの方、貼っておりますので、そちらもご覧いただけたらありがたいなと思っております。はい。ということで、大阪城ステークス、ぶちかましに行くんで、よろしくお願いします。ではまた会いましょう。競馬、ブイブイ、ブイ。皆さん、勝ち組トレーニングセンター、勝ち取りをご存知ありますかまあ、これをね、えー、見てもらって、これも無料登録で、LINE で、 会員登録できるのでもう簡単に、えー、登録できていい情報を無料でいただけるんでこんな感じでありますんで一度ねもしよかったら LINE で無料登録だけでもどうかなと思っておりますはい勝ち取れを見て勝ち取ってくださいもしよかったらね説明欄の方に、えー、無料競馬サイトの方を貼っておりますので一度、えー、無料登録だけでもどうかなと思っております チャンネル登録はしょしょい,しょい絶対にチャンネル登録を知ってんねツイッターブログもやってるよ